はい、皆さんこんにちは。今日はですね、自分が海外サッカーを挑戦する3つの理由を話していきたいと思います。まあ自分は1月2月3月と3回渡航のチャンスがあったんですが、まあコロナの影響だったり、まあ向こうのチームの事情もあったりして渡航が中止になってしまったりしてるんですけども、まあ、それでも自分がこんなにも海外にこだわっている理由が、まあ、あるんで、まあ、そういう理由を話していきたいと思います。はいはい、3つの理由のうちのまず1つ目、海外で日本とは違うサッカーを学んで成長したいからです。まあこれは一つ絶対言っておきたいんですけども、自分は海外でサッカーをしたいわけではなくて、最終的にやっぱ日本の J リーグで活躍したいっていう目標があるんですけども、まあ、そのために海外でいろいろなサッカーを学びたいっていうのが理由が1つで海外サッカーに挑戦しています。まあ、もちろん練習内容だったり、まあ、シュートのタイミングだったり、まあいろんなものが違うんで、まあ、それを学ぶことによって、まあ、日本とはまた違う日本で学ぶ感性とは違う感性を学べるんで、自分はすごいとても貴重な経験になると思うんですね。でまずそれを学んでいきたいっていうのが大きな理由の一つです。はい、次二つ目の理由なんですけども、まあ、行きたいと思った瞬間の今がベストな瞬間だと思ってるからです。まあ、もちろん今コロナの影響で行けなかったりで、まあ苦労はしているんですけども、まあじゃあ例えばこれで2年後行こう、3年後行こうって決めて行くかって言われたら行く保証なんて何一つないと思うんですよね。まあ人間って、まあ後先延ばしにすればするほど、やっぱそれに対して行動しなくなってしまいますし、まあ今自分その海外に行きたいっていう情熱がものすごくあって、だからこそ今そのために行動して努力することが、まあ自分は大切だと思っています。まあ友達でも、まあその周りの人でもいるんですけども、じゃあ3年後にこうしようとか、何年後に何々しようってことを決めた人が、その何年後にしてるのって、自分見たことがないんですよ。でも、その分代わり、じゃあこれやろうって決めてすぐやってる人って、すごい結果を残してるし、有言実行してるんですよ。だそういうのも含めて自分は、やっぱり今、思った瞬間に、やっぱチャレンジするのが一番いいのかなと思っています。やっぱりあと海外って、若ければ若いほど、経験してすごい大きなものになっていくと思いますし、年が後半になればなるほど挑戦はみんなしなくなっていくと思うんですよね。だからもし今自分がしたいと思っててこの情熱があるからこそ、自分はこの今をベストなタイミングだと思って大切にしています。3つ目の理由、最後の理由なんですけども、人生を大きく見た時にこんな貴重な経験は自分はないと思ってるからです。まあ、なんでかっていうと、もちろん違う言語を学ぶことだったり、まあ文化を学ぶことってすごい貴重ですし大切なんですが、それ以上にやっぱりまあそういうのを通り越して試合に勝つことだったり、情熱を共有できるって素晴らしいことだと思うんですよ。海外の、まあ、外国人の選手と。でやっぱりなんだろう、自分もやっぱクロアチアアルゼンチンでそういう経験をして、あすごいかけがえの経験、まあ、貴重な経験をしたし、まあなんかそういうなんだろう、文化とか言葉とかを通り越して、なんか泣きながら勝った時喜んだり、まあ勝つために本気で喧嘩したり、まあもう言葉も正直何言ってるかわかんないけど、でもお互い共通してるのは勝ちたいって気持ちであって、まあそういうことを、やっぱり海外サッカーを通して経験するって、まあ、すごい人間力も上がっていくと思うし、間違いなくいい経験になるなって自分は思うんで、それが最後の理由ですね。はい。はい、まあ、こういった理由で、まあ、自分は今こういうコロナの状況だったり、難しい状況になっても、やっぱり海外サッカーにこだわってます。で、やっぱり理想は、まあ、やっぱり YouTube で海外サッカーだったり、まあ、そういう海外での生活を載せれるのが理想だと思うんですけども、やっぱり日本でもやれることって、まあ、いくらでもあると思うんですよね。で、もちろんやっぱりコミュニケーションを取るために英語は絶対に妥協したくないですし、それ以外にも読書だったり他のジャンルの勉強っていくらでもできると思うんですよ。で、なんだろう、前だったらすごいサッカーだけ頑張ってましたってすごいかっこいいと思ってたけども、実際それってかっこよくなくて、やっぱり長い人生で見た時にやっぱりいろいろな勉強することってすごい財産になるし大切だと思うんですよ、自分は。なんで、まあ、自分の YouTube ではサッカーだけじゃなくて、まあ、トイックだったりいろんなことの取り組みをやっぱり載せていきたいと思ってるし、まあ自分もそこに対してはやっぱり全力で熱くぶつかっていきたいと思ってます。はい、なんでまあこれからもサッカー勉強この2つでやっていくんでよろしくお願いします。